はい、どうもこんにちは、こんばんは、ラオンズでございます。今日はですね、最近ねかなり寒くなってきまして、私まだ半袖なので季節感的にあんまり分かんないと思うんですけども、私あっちょ少々暑がりなんでね、まだこんな感じでございます。部屋の中はね、たださすがに外で日が落ちるとさすがの私もちょっと寒いです。で、今回ですね、外で例えば車の作業とかもそうですし、あとね釣りですよね。車の作業はまだちょっと動いてるからいいんだけど、釣りしてる時ってやっぱりこう何て言うんだろう、寒いんですよね。動かないからどんだけね、後ろにこの辺ね、ミドラーっていうのかな、暖かいのを着ててもやっぱ寒いんですよ、動かないから。さすがの暑がり屋もね、どうしてもそれだけはっていう感じ。動けばすぐ暑くなるんだけど、いくら暑がり屋でも限度があると。で、なんかね最近いいのないかなと思って、先日Amazon とかでいろいろ見てたら、いいやつがあったんですよ。はい、それがこちらでございます。はい、これね何なのかというと、最近ね夏には空調服というのが、あるじゃないですか。空調服でかなり涼しい、何も着てないのに比べたらすごく涼しくて、あれもちょっとやり方間違ってたけどね、あれもね多少ちょっと間違ってたとこがあって、空調服の場合は最近、昔からあったのかな、下に要は長袖と長袖でいいんだけど、濡れた長袖を着て、できれば吸水乾燥系かな、でその上から空調服を着るとすごく涼しいっていうあれらしいんですよね。若干自分がやり方間違ってたんだけど、実際やったら確かにこう何もしてない T シャツよりは涼しいです。でそれの冬バージョンというのがあるんですよ。ちょっと開封してみましょうか。冬バージョンってちょっとどんなのって思うでしょう。分かりやすく言うとヒーターですよ、ヒーター、はい、でこちらポカポカヒーティングアウターというものでございます。これがなんかねヒーターのやつらしいです。ちなみに裏側はこういう感じになってます。最近はねもうこういうのがあるからねすごく便利。どんだけ暖かい防寒着着ても寒いのは寒いじゃないですか、当たり前だけどね。でもこれの場合だと中から温めてくれるってやつ、要はヒーターなんですよ、ヒーターで、こういうベストタイプっていうのかな、袖がないやつ。基本的に何て言うんだろう、やっぱ寒いといっても体が寒いじゃないですか、腕も寒いっちゃ寒いけど、基本的にこう体を温めてほしいなっていうので、今回ベストタイプにしてみました。どうでしょう、どの道中に着るものだからね、色とかそんなには気にしなかったんで普通に黒にしましたけど、そしてあと中に入ってるものはこれ、洗濯用の何て言うんだろう、メッシュのやつね、説明書でございます。こんな感じでヒーターの部分に関してはねここに書いてあるんですけども、 A と B とあります。 A はこれ背中ね、背中でしょ、背中と B はこれお腹の部分が2箇所、背中は、なんだ、背中の腰の部分に2箇所と、頭のちょっと下ぐらいが1箇所で、全部合わせると C で、全部でこのね5箇所が暖かくなるそうです。ちょっとねこちら、見ていきたいと思います。普通に前はジッパーで、なんかこういう感じですね、ギラギラしてる、ギラギラしてるっていうか、ちょっとこうなんて言うんだろう、若干メッシュっぽい感じかな。で、ちなみにサイズは、L から XL 用でございます。自分は基本的に XL っていうのかな、 LL サイズとか XL サイズですけども、これが前で、ここね、ここの部分にベルトっぽいのがあります。これ多分サイズ調整かな、多分そのまま使うと XL で、これをこのボタンを閉めるとちょっと閉まる感じかな、なのでこれで L サイズになるっていうところですね。で、どこに電源が、で電源をねやっと見つけましたけど、ここですね、外側の左ポケットです。左ね、左手の方のポケットにありました。こちら電源はですね、見ての通り USB でございますので、モバイルバッテリーを使えるということでございます。ということで実際にちょっと試してみましょう。モバイルバッテリーを出してきました。これね、1万ミリアンペアアワー
っていうのかなの、モバイルバッテリーです。これに USB をガチャンコさして、ここにね電源を入れると、今光ってるかな、電源を入れると、で左ポケットに入れて、こう閉めておくと、だから左ポケットはちょっと使いづらい感じなのかな。で、ちょっと着てみましょうか。でかっ結構でかい、で長いね、結構長いっす。普通の T シャツ、ちょっと見えないというか、普通の T シャツと長さがほぼ一緒です。で使用方法なんですけども、こちらね今モバイルバッテリーを挿したじゃないですか、これをね電通状態にします。こういう感じで青いランプが今ついてると思います。この電通状態にしたところで、ここにね胸にスイッチがあるんですよ。これで長押しします。するとほら赤く光りますよね。で、こっちもう押すと赤く光ります。これで、5箇所全部が、発熱してくれるといった感じです。 XL サイズで頼んだけど思ったよりちょっと大きいね。この下にもうちょっとなんか切れるぐらいちょっとね余裕があるというか、まあ、ちょうどいいといえばちょうどいいぐらいかな、ちょうどいいといえばちょうどいいぐらいです。サイズ感的に言うとやっぱ袖がないんで、なんていうのちょっと大きく感じるかもしれない。 XL サイズですけども自分で引き音的にちょっと大きめって感じです。今片方絞ったか、あ、ちょっと待って、来たよ。ちょっと前あったかいよ、ここ。どこの辺、ちょうどお腹だね、真ん中じゃないですね、ここら辺、どっちかって言ったら真ん中を避けたこの辺ですね。このポケットのこの辺が今ね前あったかいです。後ろはね、あ、後ろも来てるわ。説明しないで脱ぐけど、まだねここにタグがありますよね。タグのすぐ下のこのここら辺、ここら辺があったかくなってます。でこの下からこの辺というのかな、あのね触ったら分かるんですけど、なんか熱線みたいのが入ってるなっていうのが、あ、分かるんですよ。なんかちょっと針金じゃないけどワイヤー線みたいのが入ってるなって分かるんで、そのワイヤー線みたいのがあったかくなって発熱してるんで、暖かくなってるっていうところかな。で左も分かりやすく言うとこの調整があるちょうどこの辺が線が入ってるんですよ。ここがあったかくなるといった感じでございます。今ねこれついてるじゃないですか、赤ね、赤が、まあ両方ね切り替えれば、後ろだけ前だけっていうのももちろんできるんですけども、こちらですね今赤く光ってるでしょ、これは、温度的に50度から55度という設定でございます。要は最強の状態ね。で、これね1個ボタンを押すと青く光ります。こっちもどうです、青く光ります。これが、ミドルですね、調整としてはミドルで45度から50度です。でもう1個押すと、これわかるかな、緑に光ってるんですよ。こっちだけ赤っていうのもできるし、青っていうのもできるし、緑っていうのもできます。もちろん逆もね。で、この緑がローモードで40度から45度となっております。ね、これはやっぱ中から発熱するからすげえあったかいんじゃないかなと。いくら防寒着着ても人間の体温を外に逃がさないようにっていうのがメインじゃないですか、防寒着とか着ても。ああいうここ後ろにミドラーで、これもあったかいんだけど、基本的には自分の 体温を外に逃がさないように、あの羽毛とか、羽毛っていうのかな、空気の厚みを持たせてというかそれで、逃げないようにしてるわけじゃないですか。これの場合は例えばこう寒いとお腹が冷えるとか、こう特にね、もうなんだろう、年いってくるとこう腰が冷えるっていうのかなだからその腰が冷える部分にこの熱線が入ってるんで、これ結構あったかいよ。でこれちょっとね家の中で試しても分かりづらいんで、今からねちょっと外に行って、実際にどんな感じになるのかっていうのを試してみたいと思います。はい、ということで、現在ですね外にやってきております。で、これね中見せましょうか。今現在の状況ですけども、こちら普通のね薄手のジャージで、外これはちょっと寒いんだけど、見ての通り半袖でございます、はい。で、今ねマックス、ちょっと見えるかな、
赤いのが両方ついてると思いますけど、マックスで回しているといった状況でございます。今ねここは公園に来てますけども、車からねちょっと2、3分駐車場から2、3分歩いてるんだけど全然あったかいです。で人間がこう寒いなって なる部分のこのお腹の部分とこの背中のここら辺腰ですねちょうどで、あとこのなんだろう、あの上の頭のちょっと下の部分がちょうどあったかいんですよ。ちょっとね今今回半袖昼間あったかかったから半袖なんだけど、半袖でちょっとねこの腕からこっからこの脇の下からこっちがちょっと寒いんだけど、寒い感じねなんだけど、まあ、当たり前だよね、これジャージ1枚だからここはね。でも体のここら辺はすごいポカポカ、どう体感的にどうなんだろう、あの春回路よりあったかいぐらい。貼らない回路と貼る回路ってあるじゃないですか。貼る回路だと、なんか貼るからこその、なんて言うんだろう、ちょっと温度が低いっていうのかな。でも貼らない回路あるじゃないですか。あれでもちょっとあったかいでしょ。そっちに近いぐらい。今、マックスやってるとね。だからね、相当、なんかちょうど気持ちいいぐらいなんですよ。これはすごい。ちなみにね、今の気温ですね。気温はね、こちら、8時。今ね、時刻は20時14分。そしてこれ、大分の気象庁、大分市の気象庁が観測している温度では、12.6 度ですね。で、湿度が 65% となっております。さすがの、自分もですね、12.6 度の中、実際にこのね、ジャージーとこの半袖だけで過ごせるかって言ったら無理ですね、無理。釣りの時でもそうだけど、さすがにあったかいミドラーとか、ちょっと防寒着がいるレベルです。動かないとね、動いてるならそれあったかいからいいかもしれないけど、さすがにこうやってじーっとしてると、すごい寒いんだけど、でそれにしてもあったけ想像以上にあったかい。で、中のこれ、中のこの生地も、多分 ね、なんだろう、アルミなのかな、なんか熱が逃げにくい構造を、中の感じから言うとアルミかもしれないけど、なんか熱をグッてこう、抑え、ここでもうシャットアウトじゃないけど、もう外に逃げないようにしてるっていう感じがすごくあるんで、当然この上から防寒着着てやれば相当暖かいと思います。もう、なんか腰の部分が結構暖かいっていうか、下手したら肛門みたいに熱い。まあその暖かくなる部分と、肌、背中のね、肌の部分まで T シャツ1枚しかないから余計そう感じるのかもしれないけど、相当暖かい。だからできる限り暖かさを感じるには、なんだろう、肌に近い方に着た方がいいんじゃないかなと思います。で、これびっくり。外で本当に、家の中わかんないじゃないですか。でも、外にね、実際に着ると、あ、これいいとこちゃんと暖かいんだみたいな、腰とお腹が相当効く。背中はなんかふんわりって感じ、この辺のあるね。でも背中のこことここはガチガチあったかいぜこれみたいな、北海道を本当にこう4つ入れてるぐらいのレベルであったかいんで、しかもね、北海道の場合、例えばこう寝るじゃないですか、防寒着といっぱい着て、あれって空気に触れないとね、あんまりね、あったかくなかったりする。普通はこうちょっと動くとちょっと空気が入るせいかずっとほわほわあったかいんだけど、前ね、磯釣りに行ってる時に北海道持ってって、寒いんでこうやって寝てたんですよ、防寒着とか全部着てね。でじーっとしてたら北海道が全然暖かくなくて、ある程度やっぱ空気に触れないとね、暖かくならなかったりする時もあると思うんですよ。実際あったんでね、それでも夜全然寝れなかったことあったんで、触ってもあれ全然ぬるいみたいな。で一回ちょっと起きて、なんかこう空気が入るっていうのかな、それでまたブワーって暖かくなったり、お、また暖かくなってきたみたいな、これ止まるとダメなんかなっていうのはその時思ったんですよ。でもこれの場合もうすでに電気を通して熱で暖かいんで、じーっとしてても絶対暖かいんですよね。その安心感はちょっとあるかなと思います。はい、そのところで、今回のね、こちらのこの暖かいやつ、一応 Amazon のリンクを下に貼っておきますので、気になる方はぜひ見てみてください。ちなみに今回購入したのは、この半袖ね、半袖っていうかこの袖なしですけども、一応袖ありもあるので、すごくおすすめだなと思います。あとバイク乗りの方で、ね、まあ自分もともとバイク乗ってたんでわかるんですけど、バイクもね、
動かないんですよね、こうやってブーンって乗ってて。だからね、寒さがすごいんですよ、あれ。風だけ冷たいのがバーッと入って、人間が動かないもんだから、もうこんなんですよね、バイク乗ってる時も。その時にね、すごくね、腰が寒かったのをね、覚えてるぐらいでございます。はい。まあ、そのところで、今回は以上でございます。気になる方はぜひね、概要欄の Amazon のリンク見てみてください。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあねー。まだ白い息はちょっと出ないぐらいかな。